皆さんこんにちは。 au 株コム証券投資情報室の藤井です。動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回は個人投資家の保有株数が多い人気の株主優待銘柄トップ10をご紹介していきます。みんなが大好き定番の株主優待銘柄として最後までご視聴よろしくお願いいたします。ご覧いただきまして、この動画がいいと思っていただきましたら、チャンネル登録、それから高評価のいいねのボタン、ぜひよろしくお願いいたします。今回は、企業が開示している有価証券報告書に記載の所有者別状況より、個人株主数の多い投資家に人気の優待銘柄をランキングにしています。優待実施企業は現在約1500社となりますけれども、個人投資家は実際にどの銘柄を保有しているのか、これが本当の人気優待銘柄ランキングとして、ぜひ早速10位から見ていきましょう。最初に6位から10位ご紹介しまして、その後5位から1位を1銘柄ずつじっくり解説していきます。まず6位は3197のスカイラークです。個人株主数は 48.5 万人です。スカイラークは全体の株主に占める個人その他の株主比率が 75% を超えておりまして、個人比率では今回ご紹介する10銘柄の中でダントツの1位となっています。個人の株主数が多い分、外部環境、例えばアメリカの金融政策であったりとか他国の政治状況などよりも、このスカイラークの個別材料であったりとか株主優待の開示などに株価の影響を受けやすいのではないかと予想しています。そのためスカイラークの業績、また決算発表や優待についての開示などは随時チェックいただきたい銘柄です。株主優待は100株以上で年に2回2000円相当のカードが受け取れまして、ガスト、バーミヤン、それからジョナサンなど身近なファミリーレストランなどで利用できます。投資金額は現在約15万円程度となっておりますので、個人投資家に買いやすい水準であることも人気の理由の一つかと思います。続いて6位は JAL9201 の日本航空となります。こちらも個人投資家に大変人気の銘柄です。国内線の搭乗が割引になりますので、旅行好きにはたまらない優待となっています。 JAL も個人株主の比率が 46% を超えておりまして、やや高い比率となっています。この JAL ですけれども、コロナ禍で業績かなり厳しかったんですけれども、来期にかけましては高い伸びを見せるコンセンサス予想が出ておりまして、業績回復とともに配当金なども増額してくるのではないかと予想しています。続きまして8位はゆうちょ銀行7182です。個人株主数は 42.1 万人。ゆうちょ銀行は2015年の11月に大型の IPO として市場に株式公開しておりまして、その際に不得をされた個人投資家も多いのではないかと思います。株主優待は500株以上とはなってしまいますけれども、どなたが受け取っても嬉しいオリジナルカタログギフトを申請しています。続いて9位は家電量販店1位を傘下に持つヤマダホールディングスです。競合のビッグカメラもランク外ですけれども14位となっておりまして、家電量販店の優待も個人投資家に人気となっています。ヤマダホールディングスの優待は3月9月の権利確定月に優待券を受け取れます。家電だけではなくて幅広い品揃えがありますので、使い勝手も良い株主優待と言えそうです。はい、そして10位はソニー6758です。直近2月2日に発表している第3四半期決算では、通期業績について売上は下方修正してきているんですけれども、一方で営業利益、それから純利益におきましては、ゲームやそれからネットワーク分野で増益がありまして、上方修正してきています。そして決算後は株価も上昇で反応していました。株主優待はオンラインや店頭のソニーストアで利用できる割引クーポンとなりますので、ソニー製品を使いたい方向けとはなりますけれども、ソニーの株価は足元10年程度で見ても大きく伸びておりますので、株価上昇の恩恵を受けている投資家の方も多いのではないかと思っています。ではいよいよトップ5のご紹介です。第5位は7201の日産自動車です。個人株主数は 53.6 万人と多く、ただ一方で株主構成、資料の右下にありますが、こちらを見てみますと個人比率が低く外国法人等が多くなっています。
株主優待は日産の新車購入時の特典でカタログギフトがプレゼントとなります。すべての方が対象ではなくて、日産の新車の購入を考えている方、また紹介したい方向けになってしまうんですけれども、購入検討されている方がいれば嬉しい優待内容となっています。日産は100株での投資金額がおよそ5万円程度と、個人投資家に投資しやすい金額となっています。配当利回りは 0.92% とやや低めではありますけれども、株主には日産のファンの方が多いのではないかと考えています。それでは続いて第4位は9432の NTT です。こちらは誰もが知っている有名銘柄ですね。個人投資家比率は約 18% と低いんですけれども、発行済み株式数が非常に多く、株主数も多くランクインしています。個人株主数は 68.3 万人です。優待は毎年申請ではなくて、継続保有2年以上の時に1500の D ポイント、それから5年以上の時に3000の D ポイントとなっておりまして、同一の株主番号では最大4500ポイントまでとなっておりますので、お気をつけください。 NTT は前期まで営業利益、純利益で過去最高を更新してきておりまして、また11期連続で増配もしておりまして、株主還元にも積極的な企業といえます。株価も堅調に推移しておりますけれども、それでもまだ配当利回りは 3% を超えていて高く、配当に重きを置く投資家の方にも人気の銘柄と言えそうです。今後も業績の堅調さが続くのかどうか、引き続き決算発表など見ていきたい銘柄です。続きまして第3位です。第3位は9202の ANA ホールディングス、全日空となっています。個人株主数は 70.5 万人です。株主数が多い上に個人投資家比率も 58.7% と高くなっておりまして、非常に人気の銘柄です。 ANA の優待は年に2回受け取れる国内線の搭乗優待が人気です。混雑に応じて座席に制限はあるんですけれども、半額程度で購入できるのはかなりお得な内容となっています。株価はですね、コロナショック前の水準は回復はしてきていないんですけれども、ただまあ経済停滞から今リオープン関連としても物色されたりですとか、株価も戻り基調をたどってきています。23年3月期に 黒字に転換する予想となっておりますし、そして来期もコンセンサスでは高い伸びを見せる予想となっていますから、市場からの回復期待も高まっていると言えそうです。現在配当は出ておりませんので、配当利回り 0% となっております。来期ですね、業績が大きく伸びましたら復配する可能性もありますので、期待してちょっと業績面しっかり追っていきたい銘柄と言えそうです。続いて第2位は8267のイオンです。個人株主数は 81.4 万人と大変多くなっています。全国にイオンを中心に展開しておりまして、消費者に身近な銘柄でもありますので、個人株主数も多くなっていると思います。株主優待は8月は優待カード、それから2月は1000株以上かつ3年以上継続保有の株主様にはギフトカードを贈呈しています。で、優待カードでは後にキャッシュバックでの対応とはなるんですけれども、保有株数に応じまして最大 7% の割引になりますので、イオンで普段買い物をする方にはかなり嬉しい優待内容となっています。投資金額も購入しやすい20万円台、そして配当利回りは 1.3% 程度となっています。2021年そして2022年2月期はコロナ禍の影響ありまして、利益面厳しかったにもかかわらず、配当は減額せず、また22年2月期は配当成功 460% 超えてまして、利益に対してかなり株主還元が膨らんで大きくなっていたんですね。まあ、ただ株主還元、その配当金を減らさず、業績回復への、意思みたいなものが伺えますので、個人投資家にとって、そういった還元を減らさない優しい企業と言えそうです。そして堂々の第1位は個人株主数 81.9 万人となりました、8591のオリックスです。2位のイオンよりも 0.5 万人株主数多くなっています。オリックスは2024年の3月末の権利取りをもって優待は廃止となりますけれども、優待、株主優待を導入してから個人株主数が急激に増加しまして1位にランクインです。
個人比率は 20% に満たない程度で低めとなっておりまして、外国法人の比率が 44% と高く、相場急変時には株価も大きく変動する可能性があると見ています。でオリックスの株主優待廃止予定ということで残念なんですけれども、ただ廃止にあたりましてはかなり余裕を持った廃止の開示情報があったということは個人投資家への配慮を感じますし、また配当利回りも現在 3.5% 程度と高いことから、引き続き保有する投資家の方も多いのではないかというふうに予想しています。はい、ということでここまで個人投資家保有の人気優待銘柄ランキングご紹介いたしました。まさに王道の人気銘柄がずらっと10銘柄並んでおりましたけれども、このような銘柄は個人投資家に優しい銘柄であったり、外国人投資家が多い銘柄よりもやや売られにくい傾向にある銘柄もあったりと、個人投資家が多いならではの理由があるかと思います。ぜひ初心者の方含めましてチェックいただきまして、ご自身に合った株主優待銘柄探していただければと思います。動画に関するご質問や今後取り上げてほしい話題などございましたら、お気軽に YouTube のコメント欄へお願いいたします。また毎月第4木曜日の株活、20時からの株活では、次の月の株主優待情報や最新の優待の開示情報などを動画でお届けしております。ぜひこちらの方もご参考ください。それでは動画の方最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。